さん、なおさん、たすびだにゃさん、大勝さん、フレーブラブさん、あっちゃんさん、奈良にさん、かささーさん、ブルームさん、とぶらしさん、まつりさん、きせきさん、ブラブさん、11人呼んだ。ひとさん、なおさん、たすびだにゃさん、おかちさん、フレーバーラブさん、あーちゃんさん、ならにしさん、こざささぶるむさん、とぐらしさん、まつんさん、まつんさんだね、ありがとう。まつんさんとひとさん、ありがとう。よいしょ。本日福岡でお話し会よろしくお願いいたします。もしもしのビデオもお待ちしております。12月の10日土曜日、違います、日曜日です。はい、ありがとうございます。Thank you、 ありがとう。ハートたくさん、みんなありがとう。背景がそういえばクリスマスにいつの間にかなってましたね。はい、のぴちゃんは3、4時間目の人なので、前乗りでお話だそうです。ヘヘケンさん、ありがとう、嬉しい。皆さん、リアルお話し会とか、ぜひね、名前を言っていただけるとありがたいです。オンラインで会ったことあったりとか、そうする方とかは分かったりとかもねするんですけど、やっぱね、リアルはね、名前がね分かんなかったりするので、名札をつけていただいたりとか、来てくださった際に何々ですっていう風に言っていただけると、のぴちゃんも覚えられるし、本当にありがとう覚えられるし、本当にね、ありがたいので、ぜひお名前をいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。うん、あら、まあ、そうなのね、まきさん、分かった、待ってるね。ああ、ええー、ありがとうね。今月もね、よろしくお願いいたします。12月に入りましたね。あら、まあ、すごい、通常止まってるね。うん、名札あると本当に良きなのでね、よろしくお願いします。皆さん、ツーショット、普通に撮りたい方は普通でっていう風に言っていただけると、はい、のぴちゃん普通になりますのでね、ちょっと特殊な方とかは心霊写真をね撮ろうと思うんですけど、普通でって言っていただけるとありがたいです。ね、怖い写真が自分の携帯に残るのもね、あれだなって思う方とかは普通でお願いします。お待ちしております。うん、サンタボタン着替えてる、ほんとや、
オンラインだと、そうそうそう、ファンの方の、ね、名前がね、分かるんですよ。青森からさん、ありがとう。事前にね、特徴とかね、分かったりするとね、分かるかもね。うん。あ、入れてほしい。ですって。OK。長崎ちゃん。のびも、ぜひ、ひーちゃん、推し、プラス、のびで、よろしくお願いします。え、のびの誕生日やん。すごブルームさん。おめえ。あら、いいね、忘れてきた。汗汗、それは結構汗汗だ。うん、絶対バレないじゃん。おお、絶対バレるぞ。流しられてるからな。うん、そうそうそう、わちい心霊、心霊でお願いします。あ、オッケーオッケー。いや、なんかね、こうやってやって後ろから杖が出てきて、こういう状態なんだけど、なんかお母さんの笑い声が聞こえたんだけど、そう、後ろにさ、ここがさ出っ張るからさ、写真だとね、ここら辺まで切れたりするとね、ありがたいんだけどね。でもね、遠くから映るからこういう状態。イエーイ。私ぶっ壊れそうだな、肩結構しんどいんですよ。びっくりだ。950回言ってたね、昨日ね。おめでとう、すごいね。よしよしよし。うん、野菜マシマシ、ニンニクマシマシ、油でなんかの呪文。おはよう。そうだね、お見送りで覚えたファンの方とかもね、結構いらっしゃいますね。うん、そう、肘をね隠すのがね難しいです。もうね、1枚だけでも本当に嬉しいですよ。ツーショットありがとう。やめて、肩壊しに行かないで、もう踊らないよ。全然もともとね、一押しがね千穂さんなのでね、それはもちろん OK ですよ。うん、ほんまやん、忘れとった。そうですね、明日は YouTube だからね、朝配信ですね。朝配信できなかった場合は皆さん差し入れてください。ノービーは最近ちょっとね、目がねだいぶ疲れてて、最近ね、本当にね、ちょっと寝るの遅めなので、マジで、ちょっと、眠いんです。眠いというか、疲れがどんどん溜まっちゃうんですよね。やっぱり、その、連日、ってなったりとかってすると。もうちょっとちゃんと、その、寝ないと。やっぱり、ね、一応ね、成長期なので、そうなんですよ。なんかね、良くないんですよね。そう。だから、夜遅くに寝るのは良くないんですけど、最近ね、寝るのはやっぱ遅くなっちゃってね。マジ悲しい。本当に。最近すごいよ。本当に。いただきます。
背伸びてますよ。つらみが深い。リゾットスープ。温かいやつです。離乳食、離乳食で星になるんだね。なんでだろう。うん、あ、練り歩きね、確かに。私もね、あんまりよく仕組みが分かってなくてですね、どういうことなのか。うん、ちょっとね、味付けとかもね、こっち側に近いかもね。赤ちゃん用の離乳食はちょっとより、ちょっと味が濃いけど、離乳食ね、ナプテンすごくね好きなんですよ。だからあると食べたいなって思ってしまう。自分のご飯みたいな。味薄くないって言われるんですけど、味、あの中にはね、薄いやつもあれば濃いやつもあって、なんかいつも食べてるのもやっぱね美味しいと思うけど、離乳食をね食べたいなと思って。美味しい。おすすめの離乳食、あのね、あのグラタンみたいなのがあったりするんですよ。そう、それはねすごく美味しいなっていうふうに思いました。鮭のねなんちゃらかんちゃらっていうのもあって美味しいですよ。うん、ノアさんだ。ナピでーす。うん、同じ名前、嬉しい。よろしくお願いします。14歳です。中学2年生です。こちらもフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとう。赤ちゃんせんべいが好きです。卵ボーロは、なんか、好きだけど、今自分で買うかなって言われると、買わないかもしれないです。おはよう。
事行ってらっしゃい、気をつけてね。粉ミルクはね、普通の乳瓶とかね、入れたお湯で溶かして普通に飲んでも美味しいと思うよ。やってみたい。アイドルなんかじゃなければ、アイドルなんて呼ばないだから、アイドルなんて呼ばないで、もうアイドルアイドルしちゃってる、あの曲ちょっとギャル感あったな今の。アイドルアイドルしちゃってる、あの曲。なんかなかなかその私アイドル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 キュンキュンキュンみたいなのはそんなにあのやったことがないから、逆にちょっとギャップ萌えかなっていう、ちょっとそんな感じで今思ってます。あざみんですいや、あずみがね、やってるからね。もえもえキュン。あざみんはめちゃめちゃ可愛くできてるはず。アイドルなんて呼ばない、アイドルなんて呼ばないで、私はいつでもあなたを見てる。あざみん、あざみんのモノマネ、ちょっと後で怒られそうでやだいや、あずみんってその最近しっかりしてるんですけど、しっかりしてるのかどうかって感じたんですよね。しっかりというよりもちょっとデッドシーなとこが多いような気がしてきて、うん、ピシだよ、これ言ったらねダメだからね、うん、そうね、レイダウンの時ねポンポンって、いや、あのあずみんがねこうやってやった時にねちょっと嫌がってるのかなと思ったけど、あの引き続き続きましたあのなんかねすごい本当にね、ちゃんとそこにね頭があるんですよ。身長差がねより出るから、言ってない、そうなんよ、ちょぼいんよ。いやでもね、確かにちょっと衣装のおかげかなって思ってます。うん、 Good morningそう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 、嬉しそうだったならよかった。伸びすごいもんね、本当に。何がひひひん、褒められちゃった。褒められていいとこなの、うん、キュンキュン、ちょっとやめよう今までそのやってたのが僕ジュリーみたいな
あ、そう、僕とジュリエットとジェットコースターっていう曲を僕ジュリって訳してるんですよ、私たち。合ってます？そうで、僕ジュリはとかそういう系統の曲とかは結構やったことが多かったんですけど、なかなかねアイドルやってないからやってみたいよね。合ってる？に、うん、メイドカフェね、メイドカフェね、メイドカフェはあのちょっとねやってみたい。お帰りなさいませご主人様って言ってみたいよね。いや人生で一度は言ってみたくない？なんでって言われるとそんな大した理由はないんだけど、やっぱね一度はねやってみたい。あの若干憧れるよねメイドって。あ、緑のメイドよかった本当に。今までメイド服を着たことなかったんですよ。そうで、アルミンの衣装ではハメイド服を初めて着て、結構ねそうちょっとね不安でした。自分に合ってるかどうか分かんなかったから。よかったそういう風に言っていただけて。もういいもういいキュンみたいな。メイド喫茶、うん、美味しくなーれ美味しくなーれもいもいキュッ的な感じ。声だけはねちゃんとネギできるんですよ。仕草とかがねあのメイドっぽくするのもねポイントですね。うん、席取ります、ゲームします。楽しそうだね。そのチェキ取ったりとかもあったりしそうだね。今日のツーショット写真会のようですね。みんな待ってるよ。お話し会もお待ちしております。ではそろそろ終わりたいと。歌えるかな。今日はねサンタ衣装なのでね久しぶりに歌いますね。約1年ぶりです。夜の足音。
リアル